パット・シモンズは、イングランド出身の自動車技術者、モータースポーツ解説者。1980年代から2010年代にかけて、F1 チーム技術部門の養殖を歴任し、若手時代のアイルトンセナ、ミハイル・シューマッハ、フェルナンド・アロンソラ一流ドライバーの飛躍に貢献した。近年は、解説や F1 委員会の役職も務める。フォード社の見習いとして、 自動車業界でのキャリアをはじめ、後にクランフィールド工科大学で自動車工学を学び、1976年に修士号を取得し卒業。卒業と同時にホークレーシングに加入し、チーフデザイナーとして、フォーミュラフォードの設計に携わり、2年後の1978年には、やはりチーフデザイナーとして、ロイヤルレーシングに移籍。ここで、ドリー・バーンと知球を得た。 当初、バーンと共に、ロイヤル社で、フォーミュラ・フォードの設計に関わったが、1979年に、バーンが F2 カー設計のためトールマンチームから誘われると、バーンが引き上げる形で、シモンズもトールマンでの職を得た。1980年のヨーロッパ F2 選手権において、トールマンとハートの組み合わせは戦闘力を発揮し、ドライバーのブライアン・ヘントンとデレック・ーウィックは、 全12戦中4戦で優勝し、この2人が欠場した最終戦を除いて、すべてのレースでどちらかが表彰台に立ち、ヘントンはチャンピオンを獲得した。シモンズは、この年は研究開発部門のスタッフとして関与した。この活躍を引っ下げ、1981年にトールマンは F1 にステップアップし、シモンズは、その年ステファン・ヨハンソンを擁していた。 トールマンの F2 での開発を継続するとともに、F1 でも研究開発。この年はとりわけ空力部門で関与し、風洞プログラムなどを手掛けた。翌1982年以降は、フルタイムで F1 に関わるようになり、1982年に、テオファビトワーウィック。翌1983年には、ブルーのジャコメリ。1984年にはその年、 デビューの新人アイルトンセナのレースエンジニアとして任に当たった。1985年、トールマンチームのスポンサーだったイタリアの医療品メーカー、ベネトンがチームを買収したことにより、翌1986年からチームはベネトンフォーミュラとして参戦することとなったが、シモンズは引き続き残留した。1991年にジョン・バーナードを テクニカルディレクターに迎えることをチームが決めると、シモンズはチームを離脱し、バーンと共にエイドリアン・レーナードと契約し、エンジニアリングディレクターとして、レーナードの F1 参戦計画に携わった。このレーナードによる参戦計画は結果として失敗に終わり、また時期を同じくして、バーナードがフラビオブリア・トーレによって更迭されたこともあって、 シモンズはバーンと共に早々にベネトンに復帰した。ベネトンに復帰したシモンズは研究開発部門に戻りチーフとして統括すると共にミハイル・シューマッハのレースエンジニアも務め1994年と1995年のシューマッハのドライバーズタイトル獲得に貢献した。翌百九十六年にシューマッハはフェラーリへと移籍していきその後を追う形で 長年を共にしてきたロリー・バーンがベネトンを去って、いったが、シモンズはその後もベネトンに残り、バーン同様にチームを去ったロース・ブラウンの後を受けて、同年11月にテクニカルディレクターに就任した。2001年に新たにチームに加入したマイク・ガスコインに、テクニカルディレクターの座を譲って以後、自らはエンジニアリングディレクターとなり、2002年以降は、 エグゼクティブエンジニアリングディレクターの称号を帯びるようになった。指示としては、この間、2002年にオックスフォードブルックス大学から博士号を授与されている。クラッシュゲート1996年以降、ベネトンのチーム代表はたびたび変わり、2002年にはチームがベネトンからルノーに変わるなど、チーム体制の変化が続いたが、シモンズは一貫して同チームに止まり続けた。 シモンズはトールマン時代の1980年にチームに加入して以降、一時的にレーナードに所属した期間はあるものの、同じチームに30年近く泊まり続けたことになる。しかし、2009年半ばを過ぎて天気が訪れることになる。2008年シンガポールグランプリにおいて、ルノーチームがフェルナンド・アロンソの順位を上げるため、 ネルソン・ピケ・ジュニアに恋に事故を起こさせたというスキャンダルが発覚。シモンズはマネージングディレクターのフラビオ・ブリア・トーレと共にピケ・ジュニアに指示を与えた罪が疑われ、2009年の公聴会の直前、ブリア・トーレと共にルノーから離脱した。その後の裁定で国際自動車連盟の管轄するすべてのモータースポーツカテゴリーにおいて5年間の関与禁止という処分を受けた。 シモンズとブリアトーレは大震裁判所に訴え FIA によって下された追放処分の撤回を勝ち取る。これにより2012年末まで禁止すれば2013年以降は F1 チームの運営に復帰することが認められた。ルノーから離脱後、シモンズは自身のコンサルタント会社ニュートリノ・ダイナミクスを通じて様々なプロジェクトに関わった。また、イギリスの F1 レーシング氏にてエンジニアリング関連のコラムを執筆した。2011年はじめにバージンレーシングとコンサルタント契約を結んだ。まだ近親期間中だったが、技術部門のアドバイザーという形で F1 への関与が認められた。チームは2012年よりマルシャ F1 チームとなり、この年のマシン MR01 はシモンズの指揮によりデザインされた。 2013年には、シモンズが正式にマルシャのテクニカルディレクターに就任し、チームに帯同することになった。マルシャへの正式就任から数ヶ月後、シモンズはチームとの契約を解消し、ウィリアムズウェフ一の技術部門を指導する、チーフテクニカルオフィサーに就任することになった。同年シーズン終了後には3年契約を交わし、翌2014年からのチーム再浮上に貢献したが、 契約が満了する2016年をもって離脱することになった。2017年からスカイスポーツ F1 のアナリスト兼コメンテーターを務め、さらに F1 委員会の役職にも就任した。ロス・ブラウンの影に隠れがちだが、シモンズもミハイル・シューマッハのベネトン在籍時からレース戦略の立案に関わっており、レース戦略の分野で一定の評価がある人物の一人である。実際、 ブラウンらの離脱後も、ベネトン、ルノーは、しばしばその優れた作戦によって他チームに対して優位に立っている。ミハエル・シューマッハはフェラーリ在籍時に、ロリー・バーン、ロス・ブラウンと共に、シモンズの獲得をフェラーリに要請していた。ありがとうございます。